無駄だ。ローゲの炎を使え。Thank you.
よし、行くか。懐かしいな。場所もできたのか。少し寄り道してみるか。誰かその辺の人に道を尋ねるか。すみません。
うん、何なんだ。実はですね、一つお尋ねしたいことがありまして。ん？ここはどこでしょうか。ですか。ああ、悪いけど俺も同類ってやつだ。友達と一緒に映画を見るって約束してたんですけど、はぐれちゃって。方向音痴なんです私。確かにこれだけ広いと方向音痴には辛いかもな。はい。あ、ちょっと待ってください。携帯が。また今度一緒に行こうか。またやっちゃった。その様子だと友達に振られたみたいだな。はい、もう映画始まっちゃうから一人で見るって散々振り回して結局合流できなかったので。そりゃご愁傷様なことで。自業自得とはいえ残念でした。あの子と一緒に見たかった映画だったんですけど。なんだ、そんなことも頼めない仲なのか。あ、いえ、あの子今を楽しむ性格なんで、時間を無駄にするのを嫌うっていうか、マイペースな私にいつも合わせてもらってばっかりで。その、なるほどな。すみません、そういえばまだお名前を聞いてなかったですよね。ああ、そういえばそうだな。俺は吉野玲治。生まれはこの島だけど、ここ数年島を離れてたんだ。私は鈴代渚って言います。星見学園に通う2年生なんです。2年っていうと俺と同い年だな。そうなんですか。それじゃあもしかして。ああ、明日から俺も星見学園に通うことになってる。それじゃあ同じクラスになるかもですね。そうだね。まあその可能性は高いだろうな。吉野さん、よろしければ迷子同士一緒にショッピングモールの出口を探しませんか。うん、別に構わないけど、ただ同い年なんだからかしこまらないで呼び捨てでいいぜ。なら吉野くんって呼ばせてもらうね。了解。それでどっちに行きましょうか。ちなみに鈴代はどっちだと思うんだ。多分こっちかな。なんて。そっちを選んだ根拠は。勘ですけど。オーケー、それじゃあこっち行ってみるか。そっちって反対方向じゃん。だから行くんだよ。吉野くんって結構ひどい性格してるね。情に流されて一緒に迷い続ける男よりはよっぽど役に立つと思うけどな。それはそうかもしれないけど、もっと優しく誘導してくれたっていいのに。
久しぶりだな。お前とこうしてまた会える日が来たのも、あるいはすべてお前のおかげなのかもしれないな。じゃ、またな。おかえりなさい、マスター。気のせいか。ここか。さゆき。綺麗になったな、佐伯。佐伯？兄さんの方は、少し見ない間に、随分と口達者になったんですね。嫉妬しておるのじゃよ、お主の浮気っぷりにの。その声は、いちごさん？当たりじゃ。いかにも、いちごお姉さんであるぞ。お主を迎えに行くまではひどく上機嫌でウキウキとしておったが、一人で戻ってきおってからは不機嫌になっておったのじゃ。つまりはその間に何かがあったということじゃろう。心当たりがあるのではないか。相良さん。さゆきが俺を迎えに来てた。なあ、佐伯、お前わざわざ迎えに来てくれたのか。だって兄さん、久しぶりの祈祷だし、今日は始業式だったから学園も早く終わったし、それに家がわからないかもしれないと思ったから。その気遣いは嬉しいんだけど、どうして一人で先に帰ったんだ。携帯にでも連絡入れてくれれば簡単に打ち合えただろう。俺が何か怒らせるようなことしたなら謝るよ。別に兄さんも悪くない。じゃあなんでそんなに不機嫌なんだよ。お土産がないくらいでそこまで怒ってるわけじゃないんだろ。
だから別に怒ってなんてない。お前、あのショッピングモールにいたのか？言っておくが、あの人とは偶然知り合っただけだ。デートしてたわけじゃないし、道に迷っただけでまっすぐここに来るつもりだったんだぞ。別に言い訳なんてしなくていい。言い訳じゃなくて事実だよ。ただ久しぶりに会った兄さんが祈祷早々に女の人とデートしてたから少し落胆しただけだから別にもう気にしてない。あ、おい、さゆき。やれやれ、これはしばらくそっとしておくのが無難じゃの。すみません、居候初日から迷惑かけちゃって。何、気にすることはない。お主ら二人の問題じゃし、何より久しぶりの兄弟喧嘩なんじゃろ。ならばそれもまた一興というものじゃろ。そうですね、あいつにはだいぶ寂しい思いをさせてしまったかもしれません。だからこそずっとあいつと一緒に暮らしてくれたいちごさんには感謝してます。よせよせ、これから居候して家族になろうという人間がわざわざ頭など下げるでない。わかりました。うむ、ならばよろしい。しかしまあ勘違いにせよ、この日が来るのを毎日のように楽しみにしておったさゆきの気持ちも少しは汲んであげるのじゃな。ということで、ほれ、あやつのご機嫌取りも兼ねて今日はさゆきの好物にするんじゃな。今日の買い物はお主に任せるぞ。わかりました、さゆきへのお詫びも兼ねて今日は俺がとびきりのごちそうを作らせていただきますよ。うむ、期待して待っておるぞ。確かこの辺だったよな。ねえねえ、そこのかっこいいお兄さん。うん。ひひひ。だけど、あのさ、よかったら私とデートしない？え？だからデートしようって言ってるの、デート。今なら私とってもお買い得なんだけど、どうかな？どうかなって、待てよ、いきなりそんなこと言われてもわけわかんねえって。いきなりって、そりゃまあ、だって逆ナンパだし。逆ナンパ？まさかお前、ここの島のみんながお人よしだからって詐欺まがいのことして回ってるんじゃないだろうな。な、そんなわけないでしょ。それに私は生まれも育ちも立派な島っちょだってば。あ、それは悪かった。まあ確かに見た目はあまり詐欺師には見えないな。そんなかっこいいのに真っ先に詐欺を疑うって。お兄さん声かけられまくってそうなのに。バカ言うな。そもそもこの島で男引っ掛けようなんていうのはバカな観光客とお前くらいなもんだろ。うん、
とことん失礼ね、あんた。あ、私だって普段から逆ナンパなんてしてないよ。っていうか、そのナンパとか生まれて初めてだし、正直どうすればいいのかなんか分かんないし。はあ？ちょっと待ってくれ。整理すると、普段お前は善良で健全な女の子で、魔が差して俺に逆ナンしてしまったってことか？魔が差してって何さ。前半は大体合ってるけど、後半が全然違う。じゃあ何が理由で俺を誘ってんだよ。あらかじめ言っておくが、俺は大金なんて持ってないぞ。そうじゃなくって、だからそのあれしたの。あ？私、今を悔いがないように生きるのがモットーだし、それに恋愛のイロハとかわかんないから、とにかくお兄さんに惚れたの。だからデートしよ。ほら、とりあえずのお試しでいいからさ。 おい、引っ張るなって。誘いはありがたいんだけど、悪いが無理だ。もしかしてボインちゃんがタイプとか、それとももう恋人がいるとか。そんなんじゃねえよ。じゃあいいじゃん。とりあえず一緒に遊べば、ほら気が合うかもしんないじゃん。相性いいかもだし。今日私映画見たんだけどさ、恋愛映画、確か空を飛ぶ3つの方法とかなんとかっての。ちょっとご都合主義が過ぎる感じの話だったんだけど、私もあんな恋愛してみたいなーとか思っちゃったんだけど、私今までろくに恋とかしたことないんだよね。でもお兄さんを見た瞬間、ドキュンってきちゃった。私自分の勘には自信あるの。間違いなく好きになるって予感がしたっていう感じで。お前の気持ちは分かったから、とりあえず俺の話も聞いてくれ。ごめん。これを見て分かると思うが、俺はお使いの代わりなんだな。今日は俺の食事当番だし付き合えないんだ。材料とか自費で買い足すからさ。悪いが、それも無理な相談だ。少なくとも今日だけは家族水入らずで食事したいんだ。そうなんだ。ま、デートはもしもまた縁があったらだな。悪いけど今日は他を当たってみてくれ。レイジ。吉野レイジだ。じゃな。吉野レイジ。結構買い込んじまったな。おかえりなさい、兄さん。
ただいま、さゆき。昼間はごめんな。どんな理由があったにせよ、久しぶりに会ったのに怒らせちまってさ。うん、私の方こそ、その、ごめんなさい。それじゃあ、今日はお詫びに俺がご馳走を用意してやるから、さっさと家に入ろうぜ。いちごさんも待ちくたびれて怒ってるだろうしな。兄さん、さっきからずっとぼーっとしてる。ああ、悪い。それにしても何年ぶりかな、星見学園に通うのも。それじゃあ兄さん、またね。うん。久しぶりだな、吉野。お久しぶりです、飯塚先生。うん、吉野、実は今日転校してくるのはお前だけじゃないんだ。なんと、もう一人いる。あ？その後ろ姿、もしかして、レイジ？もう一人の転校生って、レイジのことだったんですか？龍一！レイジ、確かこの島を離れていたはずじゃ。それは俺のセリフだ。お前こそ相変わらず親父さんについて行って紛争地帯を転々としてたんじゃないのかよ。その様子だとレイジも相変わらずそうだね。お前こそ相変わらず真面目ちゃんオーラ出してるな。僕が真面目なんじゃない、レイジが不真面目すぎるだけだろ。腐れ縁というが、やっぱりお前たちは仲がいいな。転校してくる時期まで同じとなると
これはちょっとした運命とも言えるな。冗談。運命なんて陳腐な言葉で喜ぶのは、可愛い無垢な女性かロマンチストの大バカ野郎だけでしょ。なんだなんだ、相変わらずのむっつりクールだな。先生はいいと思うぞ、運命の中ってのも。飯塚先生、せめて宿命のライバルとでも言ってください。僕もレイジと運命の中なんて茶化され方は心外です。そうそう、可愛いことの運命的な再会ならまだしも、野郎と腐れ縁で再会したところで嬉しくもない。わかったわかった。と到着だな。それじゃ一応自己紹介しておくか。よしみんな席につけ。今日から楽しい授業の始まりだが、その前に転校生を紹介する。クラスメイトだったスメラギの方は紹介しなくてもわかるな。もう一人の方は吉野玲治。中には知ってるやつもいるだろうが、彼も以前は隣のクラスにいた。ここの学園生だ。二人ともこの市の出身なので勝手はわかるだろうが、久々の生活に慣れるまでは親身にしてやってくれ。さてと、それじゃあ。そうか。それじゃあスメラギ、お前の席はあそこだな。はい、わかりました。ちょっと先生、空気読んでよ。龍一は普通渚の隣でしょ。ちょっとモミジ。確かに幼馴染同士の方が都合がいいかもな。それじゃあ吉野、お前があそこの席だ。さすがズッカー先生、話わかるじゃん。こりゃ退屈しなさそうだね。よし、それじゃ授業を始めるぞ。また会ったね、レイジ。よろしくな、サトムラ。ねえ、これって運命だよね、運命。運命というよりは執念の勝利って気もするけどな。また会えたんだから何でもいいよ。悪い、サトムラ。俺はこいつと積もる話があるんだ。レイジ？まあ、そうだね。確かに、こうして久しぶりに会ったわけだし。つうわけだ。ちょっくら出てくるんで。悪いけど、サトムラの予見は、また後でな。それじゃあまたな。何さ。男二人で話なんて、ブツブツ。レイジ、あれどういうことなんだい。どうもこうもねえよ。見たまんまだ。何が気に入ったってのか知らねえけど、付きまとわれて困ってるんだ。あの里村がレイジのことを気に入った？昨日突然逆ナンパされてな。一目惚れだとか言ってしつこくデートに誘われたんだよ。デート？そうか、龍一は元クラスメートだもんな。知り合いで当然か。知り合いというか、一応は友人かな。へえ、ああいった知りがるそうな女、
前は苦手そうだし、意外といえば意外だな。いや、僕の知る限り、君の言っている里村は、とてもあの里村と同一人物には思えないよ。え？里村が男性になびいたことなんて、一度もないはずだよ。それどころか、いつだって言い寄ってくる男にきつい言葉を浴びせている印象しかないからね。おいおい、冗談だろ？レイジの方こそ冗談きついよ。渚の幼馴染だってことで、かろうじて友人として見てくれるのは僕くらいのものだよ。他の男性にはかなり辛辣な態度さ。その里村がレイジをあれだけ慕っているなんて、まるで別人にすり替わっているようにすら思えるよ。マジかよ。レイジ、君一体どんなトリックを使ったんだい？正直、あんなハイテンションな里村は初めてだよ。ま、それはそれとして、実際どうなんだよ、お前の方は。僕は相変わらずさ、父さんについて行って戦地を転々としながら世界中を回っていたんだ。しっかし、お前も物好きだよな。いくら親父さんが放浪癖があるからって、大嫌いな戦争がある地帯へわざわざ行くって言うんだからな。確かに僕たち人類をもてあそぶような戦争は嫌いさ。けど、だからこそ僕は戦うんだ。いつの日か、この世界から戦争がなくなるように。そんな夢物語を追い求め続けるさ。ご苦労なことで。もちろん、レイジの思っている通り、僕一人の力はちっぽけで、戦争を止めることなんてできないさ。でも、僕たちのような犠牲者を減らす努力をすることはできる。だから僕は、これが呪縛だと理解していながらも、自身の平和を捨てて戦地へと赴くのさ。なら、どうして戻ってきたんだ？父さんの都合でね、しばらくこの島に滞在することになったんだ。それに、多分僕に気を使ってるのかもしれないね。まあ、それはそうだろうな。お前の年で傭兵まがいな生活を送るなんてのは普通じゃないからな。レイジはどうなんだ？俺は破天荒なお前と違い、至って普通の日常を送らせてもらってるさ。この島を離れてからはひたすらバイト三昧だな。どこかのバカとつるんでいたせいで肉体労働が性に合うから、その辺を掛け持ちでな。道理で以前よりも線が太い印象があるわけだ。なんやなんや、転校生二人で仲良しよってからに水臭いやんか。ワイも混ぜてえな。桐崎くん、久しぶりやな。龍也、ワイのこともこいつに紹介したってや。彼は桐崎健吾くん。僕たちと同じクラスメートで、性格はまあ見ての通りだよ。よろしゅうな、よしやん。ああ、よろしく。桐崎は関西出身なのか？ちゃうちゃう、わいはれっきとした四万十や。ただ大阪に憧れて真似とるだけや。ま、トレードマークっていうかチャームポイントみたいなもんやな。なんだそれ、ひでえキャラ付けだな。で、むっつりリュウヤンと二人でこのようなところで何しとんねや。エロトークでも展開しとるんか？いや、残念ながらクソつまんねえ世間話だよ。
互いのここ数年の近況を話し合ってただけだ。なんやつまらへんな。そないなくだらん話は捨ておいて、エロトークにでも花を咲かせようやないか。霧崎くん、悪いけどそろそろ次の授業が始まるから、僕は一足先に教室へ戻ることにするよ。あらら、振られてしもたな。勘弁してやれよ。お前も元クラスメートならわかるだろうけど、あいつはお堅いからな。そりゃわざわざむさっ苦しい戦場へ行くくらいやからな。あないな女っ気のないような場所へ自ら行くなんて、ド M か変人くらいなもんやしな。まあな。けどヨシアン、なんやおかしゅう思わへんか。ん？スメラギ班の体や、もしほんまに戦地をめぐって傭兵まがいの生活を続けとったんなら、あないに五体満足でおられるはずあらへんやんか。綺麗すぎるんや。どんな実力や運があったとしても、いくらなんでもあれはないわ。百戦錬磨のマッチョ野郎ならまだ信じたってもええが、あないな身なりのままで何年も戦地におるなんて普通の人間である限り、まずありえへんやろ。それは。桐崎、お前は龍一の話が嘘だって言いたいのか。服で目立つ傷は隠れてるだけかもしれないだろう。ま、それもそうやな。見た目以上に腕達者っちゅうことやろ。そないな嘘をついても何のメリットもあらへんしな。だろ、勘ぐりすぎだよ桐崎は。なんや自分ごっつ話しやすいや。気に合いそうやし、これからもよろしゅうなヨシヤン。はあ、ほな予令が鳴るさかい、はよう教室に戻ろうか。そうだな。レジ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 、悪い里村、ちょっと用があるんだ。また？もしかしてレイジ、私のこと避けてる？いや、そんなんじゃねえよ。けど、もしそう見えて不快な思いをさせちまったんなら謝る。ごめんな、佐藤村。あ、ううん、別にいいよ、気にしないでも。悪いな、本当に用事があるんだ。うん、ならしょうがないかな。埋め合わせに昼休みは付き合ってやるよ。本当？あ、だから飯でも食って待っててくれ。さてと、あれ、おい、カナタ。吉野くん、あ、久しぶりだな。戻ってきてたんだ。昨日からまたこの島で暮らすことになったんだよ。残念ながらクラスは隣になっちまったけどな。そう、吉野くん口が悪いから最初は誤解されやすいし、せいぜい気をつけることね。お前こそ
相変わらず不愛想な面してるぜ。ほんで佐雪を探してんだけど知らないか。佐雪なら日和たちと一緒にお昼ご飯を食べに行ったけど。なんだ、そっか、教えてくれてありがとな。うん、またね。さてと、どうすっかな。え、レイチ？レイジなの？ああ、俺だよ、ミキ。本当に、レイジ、なの？おいおい、たった一年会わなかっただけで、もう幼馴染の顔も忘れちまったのかよ。そんなことないよ、忘れるわけ、ないよ。本物の、レイジ、なんだ。ごめんね、その、本当に久しぶりだって感じて、もう帰ってくるなんて思ってなかったから。久しぶりだね、レイジ。うん。本当に久しぶりだよ。悪いな。連絡しようかとも思ったけど、大げさかなと思ってさ。そっか。そうだよね。それじゃあ、またな。あ、レイジ。友達。私たち友達なんだよね。あんなことがあったけど、レイジはまだ私のこと友達だって思ってくれるのかな。当然だろ。俺にとってミキは、たとえ何があろうと、大切な幼馴染であることに変わりはねえよ。そっか。ありがとう、レイジ。うん、気にすんな。それじゃな。里村。レイジの用事ってあの女に会うことだったわけ？何何？
もしかして吉野君って彼女持ちなの？いや違うよ、ミキとは昔馴染みなだけだ。さっき言ってた用事はあいつに会うことじゃねえよ。まあとにかく水坂はやめといた方がいいよ。確かに明るいし可愛くて人気者だけど、こぶつきだし。こぶつきって、でも彼氏いるっていうのは結構有名だよね。告白した男子はみんな振られちゃって泣かされたって話だし。そうなんだよ、悪女なんだよ。誰にでも優しいから勘違い君を量産させるくせに、恋人がいるからって振るような小悪魔ボーインちゃんなんだよ。ムキになるなって。そんなことお前らに教えてもらうまでもなく知ってるよ。言っただろ、昔馴染みだったってな。それに俺もあいつに振られて泣いた男のうちの一人だったわけだからな。ごめんね、そうとは知らずに私たち、その昔のことだから気にしてねえよ。それよりお前らこれから昼飯なのか？その、レンジも来る？ああ、そうだな。妹と一緒に食べる予定が狂っちまったしな。え？吉野君って妹さんいるんだ。ああ、用事ってのはそれだったんだけどな。戦略があったんじゃしょうがねえや。それじゃ行こう行こう。私たちがいつも行ってるとっておきの場所を案内してあげるからさ。それじゃあいざ出発。そういえばやっぱり同じクラスになったね。ん？はあ、そうだな。え、なになに、二人とももしかして知り合いだったの？うん、実は昨日偶然知り合ったんだよ。ほら、私がモミジとはぐれちゃったじゃない。あの時道を聞こうとして会ったのが吉野くんだったんだよ。えー、じゃあ何、私が一人寂しく映画を見てた時に渚はレイジと一緒にいたわけ？一緒にって言ってもただ単に二人で迷子になってただけだよ、本当に。でもまあ、そのおかげでレイジに声をかけれたわけでもあるんだけど。そうそう、私よりもモミジと吉野くんの出会いの顛末が知りたいよ。どんな経緯でこんな関係になったのかとか、すっごい気になるし。すっごい初体験トークとかしたいのは山々だけど、残念ながら何にも面白い話じゃないし、却下。ずるいずるい。うっさい。くっそー。レイジがもっと野獣なら、いろいろと自慢できたかもなのに。悪かったな、がっついてなくて。なんかレイジってよく髪の毛いじってるよね。もしかしてなるっ気があったりするの？別にそんなんじゃねえ、昔からの癖なんだ。だから茶化されても直さな。着いたね。会長、お邪魔します。お昼食べに来たよ。
変わらず、ブリー探偵を理解してくれないのね、あなたは。そんなの、お昼時に私たちが来るの知ってて引いてる会長が悪いんじゃん。モミジはもう少し、グラチオーソな言動をするべきだと言っているのよ。女の子として。ね。会長はいちいち細かいこと気にしすぎなんだよ。着飾るのは体だけで十分だってば。今日もお邪魔します、会長。あら、珍しいのね、もみじ。今日は男の子のお客さんも一緒なのかしら。うん、転校生の吉野玲二っていうの。生徒会室で一緒にご飯食べようって誘ってきたんだ。へえ、もみじが男性になびくなんて珍しいわね。私は雨宮あやね。よろしくね、レイジ君。ああ、よろしく。先輩はなんと3年生にして現生徒会長でもある天才音楽一家のカリスマピアニストなんだよ。なるほど、道理ですごいわけだ。私の家系は確かに音楽一家だけれど、私自身はまだ未熟者に過ぎないわ。そんな肩書きで印象を底上げしようとするのは望ましくないわね。とまあ、成績は3年間学園トップで、スポーツも万能、その上こんな美人で謙虚ときたもんだ。だから当然の帰結と言えるけど、先輩は生徒会選挙で前代未聞の3年連続支持率 99% なの。3年連続？そうだよ。1年生で会長ってのも十分すごいけど、3年になっても代わりの人はいないだろうってことで先生にまでお願いされて就任したんだよね。学園のほぼ全員が会長の就任を願ってたから、会長も断れなかったの。人間として未熟とはいえ、それだけみんなに慕われていたら簡単には断れないでしょ。そうかもしれないですね。レイジ君だったわよね。歓迎するわ。ようこそ星見学園生徒会室へ。私のなんだから手出さないでくださいよ。あら、私は別に色目なんて使ってないわよ。ねえ、レイジ君。とにかくダメだったら離れろ、こら。意中の男性を奪われたくなければ、他人を貶めるのではなくて、まず自分を磨き上げるべきよ。うっさい。それはこれから頑張るんだよ。まったく、なぎさのことが大好きなのに、なんでそんなに口が悪いのかしらね、もみじは。自己の意思で言葉を着飾ってこそ、自らの思考を正確に相手へ伝えることができるのよ。それを怠るから、もみじはいつも他人から誤解されてしまうんじゃない。うるさいな、会長は。いいじゃん、別に興味ないその他大勢に媚び売る必要なんてないし。まあまあ、二人とも、それより早く昼食にしようよ。そうしないとお昼休み終わっちゃうよ。そうね、もみじは捨ておいてお昼にしましょう。今この学園の生徒会業務は実質会長が全て一人でこなしてるの。だから生徒会室は先輩の部屋みたいなものなんだよ。なるほどな。だから好き勝手に使ってるわけか。まあ、その程度の特権は使わせてもらわないとね。もちろん代わりに生徒会の仕事は全力でやらせてもらっているわよ。まあ
お堅いイメージはあるけど、会長は話もわかるからね。私たちは生徒会のメンバーってことで、名目上だけは生徒会役員だから出入り自由なんだ。でもいいのか？俺は生徒会メンバーじゃないのに、こんなところで飯を食って。だからだから、レイジも入ればいいんだよ。生徒会役職もらうだけで、あとは何もしなくていいんだから。会長、別にいいよね。まだポスト余ってるし。ええ、構わないわ。それに私の仕事を手伝ってもらうのを口実に、二人きりにもなれるしね。な、まだもみじと付き合っているわけではないんでしょ。なら私にだってそのくらいの権利はあるはずよ。会長、あんまりもみじをいじめないでやってください。あら、私だって女の子なのよ。ずっと男っ気のない女三人の学園生活だけじゃ潤いが足りないわ。たとえレイジ君が誰を好きになっても自由なんだし、今は私たちが全員フリーなのも事実でしょ。会長どちらにせよ歓迎するわ。あとはレイジ君の意思次第ね。まあ、これだけの交渉権を出されれば断る道理はないですよ。よろしくお願いします、天宮先輩。これからよろしくされるなら、敬語なんて少々かしこまりすぎじゃないかしら。まあ、でも先輩ですか。あら、私はたかだか1歳の年の差なんて振りかざすつもりはないわよ。それに未来の旦那様なんだから遠慮は不要よ、レイジ君。そいつは光栄だな。それじゃ、天宮って呼ばせてもらうよ。ええ、なんなら名前で呼んでもらっても構わないわ。そう呼び合うような関係になるのも悪くないんじゃないかしら。な、何よそれ。ちょっとバカ以上、勝手にレイジを恋人扱いしないでよ。まあまあ、これで吉野くんと一緒に昼食できることになったんだし。それはそうだけど。改めて星見学園生徒会にようこそ、吉野レイジくん。うん、よろしく頼む、みんな。ついに生徒会に4人目のメンバーができたのか。それじゃあ改めてよろしくね、吉野くん。うん、嬉しいような危険なような複雑な心境。これから楽しくなりそうね。おお、よしや、やっと見つけたで。キリソキ？どうしたもこうしたもあるかい。よしや、次の授業が何なのか忘れてしもうたんかいな。いや、体育だろ。そこまで焦らなくても着替えくらいすぐに終わるだろう。だから急いでるんやないかい。は？たく鈍いな、よしやんは。お近づきの印にわいが先日見つけよったとっておきの場所を教えたるって話や。とっておきの場所って、お前まさか。そのまさかや。今日は全学年合同の授業やさかい、あの生徒会長さんの下着姿なんかも拝めるかもしれっちゅうわけや。おいおい、大丈夫なのか。俺もさっき初めて会ったが、あの会長ただもんじゃないぞ。リスクは承知の上や。だからこそ燃える。いや、なかった、燃えるっちゅうもんやろ。それにまあ、
ワイらが本気出せばいけるやろ。こう見えても人を見る目はある方なんやで。まあ、霧崎の言うことも一理あるか。よし、やるか。さすがヨシアン、ワイの見込んだ男なだけはあるで。ほな急ぐで、こっちや。ここやでヨシアン。実はここの壁、よく見ると穴が開いとるんや。本当だ。誰だよ、こんなことしやがったのは。まったくや、スクエが悪党やな。ここからどないな絶景が拝めるんか確認せなあかんやろな、これは。そうだな。もしも本当にヤバいもんが見えるようなら、先生方に報告して直してもらう必要があるしな。せやせや。どれどれ。おお、うわ、丸見えじゃねえか。もみじ、本当にご機嫌だね。だってだって、一目惚れしたレイジと運命の再会を果たしたんだもん。それに同じクラスになれたし、生徒会にも入ってくれたんだよ。これで機嫌を損ねろなんて無理な話だってばさ。もみじ、本気なの？今まで恋のこの字もなかったあなたが突然そんなことを言い出すなんて。恋なんてしようと思ってするものじゃないじゃん。たまたま今までは私が好きになる人がいなかっただけで、別に男に興味がなかったわけじゃないし。だからそのあなたが一目惚れしたっていうのが私には信じられないのよ。だよね。私もどうにかもみじに恋愛の素晴らしさを教えてあげようと思って、嫌がってた恋愛映画を見に行かせようとしてたのに。それがこんな急に好きな男の子ができちゃうんだもん。そりゃ驚くなって言う方が無理な注文だよ。そうね。どうせまた恋愛映画に影響されただけですぐに飽きちゃうんじゃないの？二人してバカにするな。今回の私は本気の本気なんだからね。もうズッキューンとハートブレイクされたんだから。ハートブレイクって、それじゃあ失恋しちゃってるよ。なんやヨシア、あの難攻不落で有名なモミジちゃんを落としとったんかい。やるやないけ。そういう渚こそ、愛しの龍一が帰ってきて絶賛ラブラブ中なんでしょ。私は別にそうなんじゃ。もみじのように下品になれというつもりはないけれど、渚、あなたはもう少し自分に素直になるべきよ。そうだそうだ、せっかく龍一が帰ってきたのに全然会いに行ってないじゃん。それは。にしても、これは想像以上の絶景やんけ。まあ、もみじちゃんは努力しようってところやけど、会長は想像以上の上玉やな。あと、なぎさちゃんもなかなかのもん持っとるで。だな。おお、よっしゃ、左見てみ、左。どえらい巨乳の姉ちゃんがおるやんか。もはやあの胸は狂気やで。それにこっちからではあんまよう見えへんけど、隣のコーラもめっさ可愛いやんけ。隣？あれは確か、さっつんやな。クール系美少女ってな話で、割と人気がある子なんやで。
レイジ、やっと見つけた。なあ、なんや、龍炎か。ナイスタイミングだ、リュウジ。桐崎くんも一緒だったのか。二人とも、もうすぐ授業が始まるのに、こんなところで一体何をしていたんだ。なんでもあらへんて。な、よしやん。うん。隣は女子更衣室。ということは、レイジ、まさか覗きでもしようとしていたんじゃないだろうね。さあな。レイジ、覗きは犯罪だって理解しているはずだろう。犯罪に大きいも小さいもないんだ。誤解されたくないなら、二人ともすぐに教室へ戻るんだ。はあ、相変わらず興ざめするような真面目ちゃんぶりやな、つめらぎはんは。ま、こいつに見つかったのが運の尽きだと思って諦めるんだね。ま、十分堪能させてもらったさかい、ちょうどええ頃合いやろな。つめらぎはんと争うのは分が悪そうやし。そうそう、よしやん。付き合うてくれて大きいな。ねえや、よしやんとはこれからもええ感じに付き合うていけそうや。うん、同感だ。俺の方こそおかげでいいもん拝めたぜ。またなんかおいしい話があったら、あいつにバレない程度に誘ってくれ。よしやん、お主も悪よの。桐崎には負けるがな。レイジ、まさか二人で悪巧みの相談じゃ。ほれほれ、リュウヤン、早く行かんと授業遅れてまうで。待つんだ桐崎くん、まだ話は終わってないぞ。なんだ里村。レイジは明日何か用事ある？明日？うん。そうか、そういえば明日は日曜なのか。ね、そのもしよかったらなんだけど、明日一緒に天の川へ行かない？天の川？天の川っていうのは、ほら、昨日私が吉野くんと出会った時にいた大型ショッピングモールのことだよ。ミルキーウェイだから、私たちはみんな天の川って呼んでるんだよね。夜にあそこのショッピングモールへ行くと、本当に天の川みたいなんだよ。天の川ね。俺が思っていたよりもだいぶ洒落た場所みたいだな。うん、トンネル状になってるガラス張りの天井一面にバーッと星空が広がって、すごくロマンチックなの。なるほどな、だから天の川ってことか。それでどうかな。ぶっちゃけて言えば、私とデートしてほしいってことなんだけど。いいぜ。でもそこをなんとかお願い。ほら、ただのお試し観光案内だと思ってさ。って、あ？ここまでされたらこれ以上は無限にできないからな。ただし、あくまでデートするだけだぞ。正直、まだ出会ったばかりのお前を簡単には好きになれねえんだ。だからあんま期待されても困る。待ち合わせに不便だろうし、俺の携帯番号とアドレス教えとくから、
詳細が決まったらメールとかで教えてくれ。よかったね、もみじ。レイジのメルアドもゲットしちゃった。それじゃあ里村、また明日。スシローもまたな。うん、バイバイレイジ。バイバイ吉野くん。明日は里村とデートか。待ち合わせか。うん。じゃあどうしてこんなところに一人で突っ立ってんだよ。リッドコだから。あ、兄さんと一緒に帰りたかったから。そうか。これからはずっと一緒の家で過ごすんだし、だから帰りも同じがいいかなって。うん、そうだな。帰るか。どうした佐伯、元気ないみたいだけど。うん、別にそういうわけじゃない。ただその残念だったから。残念？何がだ。その兄さんと一緒のクラスになれなかったのが。あ、そっか。正直俺も少し残念だった。佐伯と同じクラスになれなくってさ。本当に。あ、兄さんが残念だったのは私が一緒のクラスじゃなかったからじゃなくって、本当はあの人と一緒のクラスになれなかったのが残念だったんじゃないの。正直に言うならまだよくわからない。確かに俺はミキのことを完全に吹っ切れてないと思う。情けなくて未練がましい兄なんて嫌だろうけど、久しぶりに会ってまだ俺は気持ちの整理をつけられちゃいないんだって再確認しちまったよ。やっぱり兄さんはまだミキさんのこと、うん、兄さんがこの島に戻ってきたのも大切な人のミキさんのためなの。いや違う、俺が戻ってきた理由はあの時からずっと変わらない。もう一度お前と一緒に過ごすためだ。確かにミキに会いたくなかったって言うと嘘になる。けど、俺が戻ってきたのは、この島が好きで、大切な妹と一緒にいたかったからだ。うん。わかった。兄さんの言
信じる。我ながら柔道のシスコンだよな俺って。私もブラコンの妹だから。おいこ、レージットデート、レージットデート。私、いいんだよね。もう恋しても、いいんだよね。はるかなら、きっと怒るよね。いつまでも止まってないで、幸せになってよって。けど、それも、もうおしまい。私は自分を許してから、あの子の分まで、幸せに生きなくちゃいけないんだ。だから、私のデートの成功、祈っててよね。悪いけど、それはできない相談だな。なぜなら今日という日は僕たちにとってそういった平穏な日常とお別れを告げる記念すべき一日だからさ。今度は何のようなわけ？もう二度と私に近寄るなって言ったはずだけど。相変わらず釣れないね、里村。けど今日は付き合ってもらうよ。無理やりにでも、ね。悪いけど私、お子様には興味ないの。背伸びしないでお家でゲームでもしててくれる？ゲームか。あんたのその笑い、ムカつくんだけど。何がそんなに面白いわけ？いいね、ゲームか。それは言えて妙だな。そうだな。里村の言葉を借りると、僕は君を誘いに来たんだよ。そのゲームにね。はあ？神なる器に選ばれし十二人、ヘルヘイムを継ぐ島へ集い、その神たる力を束ねよ。さすれば神々の力現世へと蘇り、選ばれし真の神ここに誕生す。かつて神々が起こした十年戦争の再来さ。十年戦争？ここの島人なら、君もかつてこの島で戦争があったことは知ってるだろう。16年前に終結した神々の戦、それがフィンブルベドさ。フィンブルベド。かつて神々が争ったこの大地で、今再び神を降臨させるためのゲームが始まるのさ。前に話したから知っていると思うけど、僕は今回のゲームの開始を告げるメッセンジャーなんだ。そして今日この日をもって、ついにこの月読島に選ばれし神の器を持つ運命の12人は揃った。だから
今この時をもってゲームスタートさ。何言ってんのかわからないけど、ゲームなら一人でやってくんない？何度も言うけど、私お子様には興味ないから。残念ながらそうはいかないんだ、里村もみじ。君もまた選ばれし運命の12人のうちの一人なんだからね。悪いけど、この年になってごっこ遊びに付き合うほど暇じゃないって言ってるでしょ。それじゃ。里村遥か。彼女からもらった君のその力を僕に貸してほしいんだ。あんた、どうしてそのことを。言ってなかったっけ？僕の力を使えば何もわからないことなんてないんだってさ。それじゃあ、行くよ。里村もみじ、ここは究極の魔法使いオーディンが作り出した選ばれた神々の集いし空間。このゲームのために用意された世界、イザベルさ。イザベル？そう、僕のために主催者が用意してくれた強大なルーンで作り出した概念魔術空間だよ。イザベルに来れるのはゲームマスターである僕が選んだ人物だけ。そしてこの世界のルールは誰であろうと遵守せざるを得ないんだ。もちろん僕自身もね。ほら、僕たちみたいな存在が集まるとただの話し合いですら穏便に済ますのは大変だからね。だからここではいかなる者も力を使うことはできないってことさ。さてと、これで僕が招待した全員が揃ったね。それじゃあ本題に入らせてもらおうかな。全員？それじゃあ改めて自己紹介しよう。僕は有塚仁、このラグナロクのゲームマスターさ。ラグナロク？そう、これから君たちにはあるものを得るために争い合ってもらわなくちゃならないんだよ。ただ一人最強の王様を決めるためにね。この僕を含めた12人による魔法戦争、つまり魔法使いたちのサバイバルゲームさ。あのさ、戦争だの魔法使いだの、さっきからあんた何言ってるのか全然わかんないんだけど。わからない？そんなことはないだろう、里村もみじ。君だって僕のように特別な力を持っているはずさ。君たちは以前何らかの形である綺麗な宝石を手にしたはずさ。そしていつの間にか消え失せた。それ以来他人とは違う不思議な能力を手に入れた。違うかい？古代の遺産である未知なる鉱物に寄生された人間はその身を守り不死とする力を得る。神話上の神々がそうであったように、君たちもまた不死の肉体と
英雄にも悪魔にもなれる兵器を扱える存在となったのさ。どうやらみんな心当たりがあるようだね。それにこの世界にいながら力を否定するのはそれこそ論理的な思考とは言えないと思うけどね。オーディンはこの能力のことを魔法と呼び、自分たちのような能力者のことを魔法使いと呼んでいた。だから僕もそう呼んでいるのさ。そして僕は理解したんだ。自分こそ神の力を持った選ばれし者なんだってね。僕に神の力を与えてくれたオーディンには感謝しているんだ。だから手伝うことにしたのさ。互いの存在をかけたこの残酷な儀式をね。オーディンの元に集う能力者たちが一人になるまで争い合い、最強の魔法使いを決める儀式、ラグナロクをね。僕はこの戦争で最強を証明してオーディンに認めてもらうのさ。ここにいるのは他の未熟な奴らと違って全員がすでに魔法使いとして覚醒している。だからまずは共同戦線を張って未だ覚醒していない奴らを一網打尽にしようと思って誘ったんだ。本当はオーディンに会うのが手っ取り早いんだけど、まあオーディンはみんなに姿を見せたくないって話だから、僕がこの戦争を仕切ることになったってわけ。仮にそんな能力を私たちが持っていたとして、そんなくだらない話を信じて意味のない戦いに参加すると思っているの？参加することになるさ、必ずね。すでに仲間になってくれた二人もそうだったけど、勘違いされちゃ困るな。これは共同戦線の誘いであって、ラグナロクの参加は逃れようのない決定事項なんだよ。月並みで悪いんだけど、もしも断ったらどうなるっていうわけ？まさかここにいる全員に喧嘩売って強引にでも参加させるつもり？もちろん僕がそうすること自体は簡単だけど、君たちをねじ伏せるまでもなく自らの意思で戦うことを選択するはずさ。このラグナロクのルールを聞けばね。ルール？そうさ、すでにサイは投げられた。これからオーディンを含めた僕たち魔法使いは最後の一人になるまで戦い続けなくちゃならない。イザベルは話し合いのための世界だから、相手の命を脅かすような害を与える行為はできないっていうルールが適用されてるんだ。試しに僕を攻撃してみればいい。その行為自体ができないはずさ。それじゃあ遠慮なく聞き分けのないお子様に少しだけお仕置きしてあげる。無理無理、この世界ではどれだけ強大な能力と魔力を持っていたとしても抗うことはできないさ。そういったルールで作られた世界だからね。概念で生まれたこの世界を否定するなら、この世界ごと消滅させるしか手段はないんだ。ひどいでたらめ。とまあこんな感じに、オーディンは自らが望むように世界のルールを曲げる力を持っているんだ。もっとも限界はあるけれどね。そしてラグナロクのためにオーディンが用意したのがアイスペースという概念魔術空間さ。アイスペースは僕たちが住む世界に限りなく近い平行世界。
ただしそこには魔法使い以外の生命は存在しない。今後僕たちの世界を突如侵食してくるその空間が戦いの合図となる。逆に今まで使えていたはずの君たちの力も制限されることになる。つまり普段は魔法が使えなくなる。代わりに一度アイスペースが発動したら、そこはすでに戦場というわけさ。そしてその世界を抜け出す方法は一つだけ。そこにいる魔法使いを一人倒すことだけ。つまり誰かを犠牲にしないと永久にその世界に閉じ込められる。惜しいけど不正解。その世界にはタイムリミットが存在するのさ。13時間という時間的制約がね。魔法使い以外の存在を許さないアイスペースは元の世界を食らい尽くし侵食する。つまりもし13時間経っても決着しない場合、この星に住む全ての人々や動物たちはその存在ごと抹消されるのさ。何よそれ。つまり僕たちが決着を拒むことは島の人間全てを犠牲にするのと同じ意味なんだ。生物の住む世界は生物を超える神々の住まう世界に侵食されてしまうという話さ。それが嫌なら誰でもいい。一人生贄を捧げれば人々の秩序ある世界は保たれるんだ。ふざけてる。ふざけるも何もオーディンは本気さ。伊達や水郷じゃなく多分求めてるんだよ、最後のご褒美をね。ご褒美？ああ、この儀式で敗北した魔法使いの魔力は最も身近に存在する魔法使いへと受け継がれ、やがて膨大な魔力を持つ最強の一人が残る。オーディンの魔力をもってしても至れない神の御業、究極魔法を使えるようになるのさ。究極魔法？己の神たる力を失い、それでもなお高みを求める者に与えられる神の力を超えし奇跡の具現、それこそが勝者にのみ与えられるトロフィーさ。奇跡の具現。さてこれで大体の状況はつかめたかな。おっとそうだ、最後に相手の魔法使いの倒し方を知らない人もいるだろうから教えておくよ。僕たち魔法使いは人間を超えた不死の存在、故にどんな化学兵器だろうが死に至らしめることはできない。人間が生み出したいかなる攻撃も怪我を負わすだけに過ぎず、時とともに魔法が傷を癒してくれる無敵の存在。けれどたった一つだけ例外が存在するのさ。それは魔法により魔法を破壊されること、すなわち人に打倒できぬ神という崇高なる存在はただ神の剣によってのみ打ち倒すことができる。神の力を得た代償に神となった存在である僕たちはその礎を破壊された時存在ごと消えてしまうのさ。このバトルロイヤル形式のサバイバルゲームの勝者にのみ与えられる究極魔法、それを使えば君の魔法を具現化できるかもね。
そうさ、里村もみじ、その胸に守りたいものがあるならば求めればいい。罪を重ね、血塗られた道の果てにあるものをね。さあ、もう分かっただろう。帰りたい日常があるなら、守りたい人がいるなら、そして叶えたい願いがあるなら、潰し合うしかないのさ、僕たちはね。ここまで長々とお膳立てしたんだし、まさかまだ自分は戦わないなんて言い出す偽善者はいないよね。ちなみに拒否権とかないから、殺さなきゃ死ぬだけだよ。これはアドバイスなんかじゃなく、歴然とした事実なんだ。生き残るためには戦うしかない、人間の本質だろ。だから僕はこの戦争に勝ち残るつもりだよ、当然ね。さて、現状を理解してもらえたところで本題に戻るよ。ここにいる全員が魔法を自分の意思で扱える者たち、つまりは一人前の魔法使いということになるんだけど、実はまだ完全な覚醒をしていない奴らがいるんだ。完全な覚醒に至らない、魔法を体内に融合させただけの存在は、ただの人間と大差ない。不完全な存在は、その神の力を宿す持ち主を壊すだけで消滅するんだ。つまり、今ならあっさり倒せるのさ。将来脅威になる可能性がわずかでもある存在は、早めに消滅させるに限る。しかもそいつの魔力を奪えれば、次の戦闘で優位に立てるわけだからね。もともと決まっている魔力の総量を増やせる機会なんて滅多にあるものじゃない。だからまずは手を組んで確実に一気に殲滅するべきなんだ。言っておくけど、この誘いを断るということは、僕と敵対することを意味する。そして僕をただの子供と侮らない方がいいよ。僕はゲームマスターにして、君たちよりもはるかに上位の魔法使いなんだ。たとえ残りの敵を殲滅させて魔力を得た君たち全員が相手だとしても、僕が本気を出せば一瞬で消すことができる。これは決して過信じゃない。ふざけやがって。まあいいさ、君たちがうなずくまでこの世界に閉じ込めておくことは簡単だけど、僕はそこまで子供じゃないからね。せいぜい後悔するがいいさ。数日前に誘った二人は、僕と組む方が利口だって分かってくれたんだけど、残念だよ。今回集まってもらった奴らはみんなバカばかりだったみたいだね。もしくは僕の実力すら見極められない低レベルな魔法使いだったのか。ま、あんな取るに足らない奴らはどうだっていい。里村もみじ、僕が欲しいのは君だけなんだ。
そうさ、君は僕を選ぶべきだ。近い将来魔法使いたちの頂点に立つキングをね。あんたバカでしょ。え、まさか私が本当にあんたと手を組もうとするとでも思ってんの？確かにあんたの戦術は理にかなってるように見える。でもそう見えるだけ。そして何より、その弱い者いじめみたいな戦術が最高に気に食わないんだよね、マジで。大体あんた、さっきから自分のことを最強だとか無敵だとか言ってるけど、知らないわけ？あ？そういうのを死亡フラグって言うんだよ。な、だから仮にあんたの力が最強だったとしても、あんた自身が最弱だったら意味がないって言ってんの。あんたがどんな力を手に入れたのか知らないけど、他人からもらった力に溺れてるなんて、お子様もいいとこ。仮にどんな力を持っていても、それを生かすのは結局自分自身。たとえ配られたカードが幸運にもいいカードだとしても、それが表情に出るようじゃ三流だし、ましてや勝負前に敵へ喜んで言いふらすなんて論外。そんな相手と組んでたら勝てる勝負も勝てないわよ。里村、何、お子様のくせに一丁前に悔しいわけ？ここではあんたも含めて誰も攻撃できないんでしょ？なら、いくら睨んでもそれに意味なんてない。だってここは、あんたが親に頼んで用意してもらった話し合いの場みたいなものなんだからね。空気が変わった。いいか里村、僕を侮辱するのはそこまでだ。これ以上挑発されたら君を壊したくなってしまう。この力を持って君のバカにしている僕の前でねじ伏せ、地に伏し、許しを壊せたくなる。けどそれじゃつまらないんだよ。小生意気な女は自らの意志で屈服を選ばせることに意義がある。だから僕はあえてその手段を取らないだけだ。王は暴力で体を従えるんじゃなく、言葉によって心を従えるものだからね。私がこんなお子様に蹴落されたっての？さすがは里村、僕が認めただけのことはあるか。ここでまだ僕を侮っているような女なら価値はない。いかな戦術であろうとも、所詮は人間の浅知恵さ。小賢しい弱者の戦略を破壊し尽くす神の兵器、それが魔法なんだと理解した方がいい。そこに身体年齢も性別も関係ない。魔法使いの純粋なる真の力の前でそんなものは意味をなさない。そのうち嫌でもわかるさ。君はさえずるだけの弱者で、僕はどんなハンディを負っても反則なほどに強者だっていう現実がね。
賢い方が勝つわけじゃない。ただ最後に立っていたやつこそが勝者ってことか。そうさ、オーディンだろうが誰だろうが関係ない。ただ僕は最後に立っている王として君臨することで己の最強を示してみせる。楽しみにしてるよ里村もみじ。僕の前に膝を折るその瞬間をね。私こそこのゲームが少しだけ楽しみになったわ。あんたみたいな取るに足らないお子様ですらこんなおもちゃを扱えるなんてね。私は別に好き好んで戦いなんてしないけど、私が自由に生きる邪魔をするようなバカは万死に値する罪人として裁かせてもらうわ。いいね、その強気で好戦的な態度。やはり君は最高だよ里村。健闘を祈っている。里村もみじ、君だけは特別にこの世界への出入りを許可するよ。気が変わったらいつだって来るといい。王様の元にいることができる権利を持つのがどれほど幸せなのかを理解したらね。やっぱり手品ってレベルじゃないわね。でも、それでも、私は…あの子がくれた、この幸せを邪魔なんてさせない。誰であろうと、絶対に。守ってみせるんだから。エイジ、11時13分。